どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、ジャックをやった後にサバイバーメアリーを遊んでいきたいと思います。では早速いきましょう。いきなり3人来ましたね。マーカスとゲイリー、そしてリナ、そしてお相手が肉屋ですね。マップは村になります。で、右のゲート手前からスタートですね。これはジャックなんでね、あえて扉の中に入って音を鳴らしてもいいと思います。まあ、仮にこっちに来たらその分ね、ゲイリーがフリーになるんで。お、爆発していく。他のキャラで爆発するとかなりまずい状況にはなるんですけど、まあ、ジャックならば大丈夫。むしろ竹が取れて美味しいですね。ただ心音が何回か鳴った後に消えましたね。お、びっくりした。リーナか、なんか向かってきたんで。早っ、あっという間に残り1台になりましたね。早すぎるぞ。まだサイコは何もしてませんね。逆に残り1台のジェネレーター探す方が大変ですね、これは。さて、残り1台どこにあるでしょうか。ありましたね。これやっちゃいましょう。心音かなり近いんでこっち来るかもしれませんけど、どっちから来る。足音聞こえない。マーカスが一発食らいましたね。ただ爆発をしてこれで場所バレました。ただ通電早いですね。めちゃくちゃ早いぞこれ。ただマーカス追撃を食らってないぞこれは。どうやって逃げたのかちょっと分かんないですけど、あ、こっちに来ましたね。これ開けきらないとマーカス死ぬぞ。はい、時間稼ぎ。あ、リーナも来ましたね。ワンパン怖いんでさっさと逃げましょう。いきなり4台つきましたね。あれはどうしようもないでしょう。では次メアリーいきます。で、今回はフィルとマーカス、そしてお相手が崇拝者に変わりましたね。で、最後の一人がゲイリーと。フィルとゲイリーでいいですね。で、マップは村になります。で、いつもの場所、中央のところにジェネレーターがない。こっちかな。ツールキットを使ってやっていきましょう。今のところ心音も鳴ってなくて、あー、爆発しちゃいましたね。ま、ジャックと違ってですね、爆発されると非常に困るんですよね。メアリーは足も遅いんで、しかもよく叫ぶんでね、できれば見つかりたくはなかったんですけど、叫んでしまったものは、叫んでじゃないや、爆発してしまったものは仕方がない。心音がだんだん近づいてきますね。あの、離れようとしたところでですね、叫びましたね。メアリーの悪いところです。木の扉蹴ってるんで真上にいますね。あれ、蹴ってそのままどっか行っちゃいましたね。これで残り1台です。で、終盤になって牢屋にぶち込まれると、そのままみんな見捨てて逃げる可能性があるので、ここは慎重に行きましょう。そして味方が食らった効果によって走る速度がアップしました。で、牢屋にぶち込まれたので速度が落ちましたね。またいつも通りに戻りました。なんとかバレたくはないんですけど、できればつけ切ってから救助に行きたいところですが、なんか来てるっぽいんですよね。修理が急に遅くなった。あ、ツールキットの効果切れてる。ただこれで通電。
これ、救助まで間に合わないわ。これマーカスがちょうど連れてきたんで、それがなければ多分間に合ったと思うんですけど、半分、あ、無理。さよなら、マーカスワンパン食らう。あれ死んでんのにダウンしてないぞ、どうした、ゾンビかな。でスタンさせて、左のゲートは開いてますね。どうするこれ、マーカスが逃げ切るの難しそうですけど、マーカスどこ行った。であんまり深追いしてワンパン食らって死んだらシャレにならないので、ゲート付近にいましょう。あー、やはり食らいましたね。これ信用になってるんでね。うわ、このタイミングで叫びか。でまだま、あのゲイリー立ってますね。とりあえず一回空振りはして、で反対側に逃げて、もうこっちのゲート開けるしかない。あと半分来てますよ。さすがに無理か。どうするこれ、これアイテムなくなったんで私も危ないですね。でマーカス回復してるんで、もうこれ出たいです。なんか変な線路のとこに引っかかりました、やべえ。でマーカス脱出済みなんで逃げましょう。いや、かなり危なかったですね。しかもそれなのにあんまりシルバーは美味しくなかった。はい、今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。